海嶺には以下の二つの用法がある。海嶺の構造体制を中央海嶺海嶺は太陽の底にある海底山脈でマントルが地下深部から上がってくる場所のこと。特に大陸移動の一部である海洋嶺の拡大をもたらす大規模なものは通常中央海嶺または太陽中央海嶺と呼ばれ何千キロメートルも続く海底山脈である。 中央海嶺では新しい海洋地殻が形成され、海洋堤が少しずつ左右両側に広がっている。広がった海洋堤、すなわち海洋プレートが大陸プレートと衝突し沈み込む場所を開口という。地球表面の近くの下にあるマントルは地球中心部の核に近い部分が温められ、表面に近い部分が冷却されるため、 お椀に注がれた熱い味噌汁が滞留しているように、ゆっくり滞留している。滞留の速度と位置はほぼ一定しており、マントルの上昇してくる場所は決まっている。上昇してきたマントルは、左右に分かれて、近くの元を水平に動き、やがて冷やされて沈んでいく。海洋艇は、マントルの動きに乗って、拡大し、移動し、ぶつかり合い、沈む。この海洋艇が生成され、 拡大している場所が中央海嶺に相当する。なお、陸海は海洋堤に比べて比重が小さく、ぶつかり合っても沈むことはない。1972年までは、このような海洋堤拡大説が信じられていたが、海嶺に大きなフリーエア重力以上がないため、海嶺がマントル対流が上昇する場所であるという考えは、否定された。重力以上があるのは、 ホットスポットであり、ホットスポットこそがマントル対流が能動的にマントルチューブやマントル下部から上昇する場所である。この意見は1990年以降のマントルトモグラフィーで証明された。海嶺で起こるマントル上昇は消極的なものであり、両側から引っ張られた空撃を埋める活動である。そのためマントルトモグラフィーから観察される 上昇流の根は1 0 0トルに達しない浅いものである。以上述べてきた地殻の動きやぶつかり合いはプレートテクトニクスとして理論化されている。海嶺での海洋定拡大はプレートテクトニクスの有力な証拠とされる。海洋定の拡大はどのようにして確認されたか以下に述べる。中央海嶺を挟んで対照的に広がる磁気状態海嶺は 長くて狭い海底の高まりの内両側斜面が急峻でかつ不規則な地形を言う。傾斜が緩やかで幅の広いものは解剖という。また、成因には関係しない。プレートの沈み込みに起因する海例はセコ解剖の拡大によってできる。プレートが沈み込むと沈み込み帯の大陸プレート側には付加体や火山活動によって透過ができる。この時、 マグマも塔庫に沿って細長く分布するため、これをマグマ湖という。何らかの原因でマグマ湖が分裂すると塔庫も同様に分裂し、その間で海洋底の拡大が始まる。この時、沈み込みたいに近い方は火山前線を伴う塔庫として残り、もう一方は火山活動が停止して厚い地殻が残るだけの海嶺となってその真ん中で拡大する。 セコ海盆を挟んでお互いに離れていく。この他の成因としては様々なものが考えられる。火山活動によって形成され、やがて活動が停止して海底下に沈んだ道この後、古い時代に形成された地類、周囲のプレートの活動に伴う海底の流気によってできたものなどがある。海嶺の片側に厚い地殻があり、片側だけが急な斜面となったような地形も、 改礼とする。ありがとうございます。